ということで今回は前回言ってた通りウプ主が KOF マキシマムインパクト2を最高難易度のマニアックでプレイしたらどうなるのかを見ていきます。挨拶もなしにいきなり始まったわね。今回は前回のおまけみたいなもんなのでサクッといきます。サクッとってことで難易度はマニアックにしたのでまたストーリーモードやっていきます。もちろん今回も使用キャラはアルバさんです。まあそりゃ他のキャラ練習してないからアルバ一択よね。で今回の初戦はユリさんでした。ビットやっつけちゃうぞ。ラウンド1ファイト。ってことで初戦開始です。うん、いきなりボコられてるわね。あーやっぱノーマルとは全然敵の動き違うな。でもあれだな、マニアックでも思ったほどガードはガッチガチって感じじゃないから案外いけそうかな。うん、確かに意外とこっちの攻撃も当たるわね。ってことでとりあえず一本選手です。やっぱノーマルよりは大変そうだけど最高難易度にしてはウプ主でも意外とすんなり一本取れたわね。ああこれくらいなら多分道中はなんとかなりそうだな。まあとりあえず例によって初戦は通してみておきましょう。はい、ってことでちょっと危ないところはありましたが意外にも一発ストレートで初戦突破です。でここからはまたカットしながらお届けしますが、2戦目はオープニングムービーの最初にも出てきてた今作から追加されたキャラの長瀬ってやつで、こいつはアデスの下部組織のベルフェボールにより改造された強化人間らしいです。宇宙人っぽいのがいたり改造人間がいたりなかなかバラエティに富んだ組織ね。あー素敵な組織だな。いやなんか喜んでるし。でまあここもあっさり1本取れまして、2本目もそのままいけてここもストレート勝ちでした。なかなか調子いいわね。で続く3戦目はビリーさんだったんですが、1本目はがっつり超スク締められて取られまして、2本目は結構粘ったんですがって感じで結局やられてしまいました。テンポよく進めたのも2戦目までだったってことね。ああ2戦目までの感じだとルイーゼ戦まではウプ主でもノーコンでいけるんじゃないかと思ったけどそんなに甘くはなかったです。でもまあビリーさんにはこの後もう一回やられはしたものの、その次はなんとかストレートで勝てました。コンティニューはしたもののとりあえずまだなんとかなりそうってことね。で次の4戦目はデュークのお仲間の殺し屋リアンさんで、ここはまずギリギリのところで1本取り、2本目は消失外したところを蹴り倒されて取られ、3本目にも連れ込んだんですが、あと一歩のところで勝てませんでした。今こっちの教室入ったように見えたけどダメだったのね。ああギリギリで先に相手の攻撃食らってやられた感じだな。でこの後はしばらく調子を崩してまあまあボコられましたが、なんとかここも抜けることができました。なんとか勝てたのはいいけどだんだん雲行きが怪しくなってきたわね。そうだな。でもまあ5戦目のソワレ戦では1本取られはしたもののコンティニューはせず勝てまして、なんだかんだで6戦目のルイーゼさんまでやってきました。ここからどうなるかって感じね。ああそう思って覚悟してたんだけど、ここも1本取られはしたもののコンティニューすることなくあっさり勝ててしまいました。うんまああっさりってほどでもないけどコンティニューせずに倒せたのは意外ね。でこのままの調子でラスボス戦もいけちゃうんじゃないかという思いがウプ主の頭の中をかすめていたわけですが、まあ世の中そんな甘くなかったっす。うん
これでもかってくらいやられまくってるわね。今お見せしてるやられシーンはほんの一部で、実際には軽く100回以上はやられたんじゃないかと思います。マジか、てか一体何時間やってたのよこれ。後でキャプチャーした映像の時間確認してみたらラスボス戦だけで4時間以上戦ってました。よく途中で諦めなかったわね。いやね、全く勝てなそうなら早々に諦めてたと思うんだけど、時々は一本取れるもんだからどうにも諦めがつかなくて。全く歯が立たないって感じじゃないのね。ああ、こんな感じでうまいこと壁際に追いやれたりすれば結構連続でダメージ与えられたりするしな。いやしかしノーマルに比べるとだいぶタフになってるわね。ああ、こんだけ攻撃当ててようやく3分の2くらい減らせるって感じだからな。でこちらは超質一撃食らっただけでほとんど体力持っていかれるというね。うわ、これはえげつないわね。ああ、相手の超質はガードしててもかなり削られるのでそこそこ体力残ってる状態でガードしてもやられること多々あります。でまあこの後も延々とやられまくりまくりしていだったんですが、いやだからやられまくりまくりしていとか今時誰もそんな言い方せんのよ。最終的にどうにかなったのがこちらです。あんな調子で本当に勝てたの。まあ見とりんちゃい。いや負けてるじゃない。だからいつもストレートで勝てたとは一言も言ってねえだろボケが。いい加減学習しろよこのけなしまんじゅうが。誰がけなしまんじゅうよ。あたしゃちゃんと髪の毛あるでしょうが。まあちゃんとある数とも全ての記憶をデリートしてしまう鶏以下の知能しか持ち合わせていない誰かさんのことは放っておいて続き見ていきましょう。うん、あんたの脳みそをぶちまけて鶏の餌にしてやろうかしら。でまあ戦い方としては無理に近づかずに遠くからペチペチやりつつパワーゲージを貯めていって、隙あらば超質叩き込んでいくってスタイルです。超質外してますけど、うってハゲ。あーん、なもん全部が全部思い通りにできたらこんなに苦戦するはずないでしょうが。いやまあそりゃそうですけれども、とにかく相手がタッすぎてゴリ押しするのはかなり大変なのでなるべく慎重に無理せず相手の攻撃を食らわないことに重きを置いて戦います。うわ本当にガードしててもだいぶ削られたわね。ああ、あともう一回今の超質打たれたらガードしててもやられてましたがその前になんとかこちらの超質が決まって一本取り返せました。ってことで最後の一本です。ファーストアタックは結構こっちが取れるみたいね。ああ、出花はボタン連打で出しやすいスタイリッシュアート決めるのが良さそうです。今サイドステップで超質かわされたけど食らったわよね。ああ、この超質は横方向にもダメージ判定あるのでガードじゃなくてサイドステップで避けてくれると本来だったら防がれそうなタイミングでも食らってもらえます。はい、ってことで長時間の激闘の末なんとか難易度マニアックのラスボスを撃破することができました。まあ最後の勝ち方はなんか小ずるい感じだったけどね。カチャイネンカチャ。はいはい分かったわよ。でこの後のエンディングなんかはマニアックでクリアしても多分ノーマルの時と変わらない感じで、隠し要素の方もマニアックでクリアしたからといって特に何も解禁されませんでした。そうなのね。まあもしかしたらノーコンクリアすればまたなんか変わるのかもしれないけど、我らがウプ主さんにはそれは絶対に不可能なので確かめようがありません。でしょうね。まあとにかくこれでウプ主がマキシマムインパクト2の難易度マニアックに挑戦してみた様子は以上です。なんだかんだで1よりかなりがっつり遊んだわね。うんこれ楽しい。いやだから急に語彙力なくすんじゃないわよ。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.